ということで、ハッピーバースデー！おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、毎回ですね、メンバー皆さん、誕生日になると、はい、ケータリングであったりとか、はい、まあ、プレゼントの動画撮ったりとか、恒例としてあったんですけれども、はい、まあ、ちょっと今回いろいろありましたんで、まあ、近況報告の動画とかでもありましたけれども、うん、まあ、動画を撮るタイミングがちょっとリオさんのバースデーとかも含めて、はい、ちょっとずれ込んでしまっていたので、ちょっと今日はあの日を改めてということですね、はい、撮影させていただいております。はい、ありがとうございます。はい、どうしようかなと考えたんですよ。なんか面白いないかなと思ったんですけど、はい、やっぱロイさんといえば飯めっちゃ食うじゃないですか。まあまあ、やっぱりちょっとご飯を食べる動画って見てくださってる皆さんからしても、はい、結構好評のコメントも多いっていうのもあって、はいはい、今回ちょっと YouTuber とかがよくやってるような企画になっちゃうんですけど、はい、Uber Eats を1万円分もうロイさんの好きなもの頼んでいただくということで、こちらを誕生日プレゼントにさせていただけたらと思います。マジですか。はい、ありがとうございます。自腹じゃなくて、まあ、そこはちょっと多いわ。後からの感じもあるんで。1万円じゃ足りないんじゃない、俺の胃袋じゃ。いや、可能性もあるんですけど、事前にですね、いろいろ調べて、一応ですね、一通りあの和洋中とかいろんなジャンルのお店、ここあのエリア的に頼めるってことが判明してますんで、はいはい、本当になんかいろいろ食べたいものあると思うんで、もう好きなもの頼んでいただいて、はい、でもそれをひたすらロイさんが食うと。あ、え、僕だけ？みんなで食べようよ。あ、まあまあ、そこはだからロイさんのプレゼントなんで、はい、好きにしていただいて大丈夫なんですけど、自分でも食べてもいいですし、メンバーの皆さんに分けていただいてもいいですけど、はい、まあ、とりあえずね、あのロイさん好きなものを1枚分頼んでいただこうかなと思いますので。わかりました。はい、っていう感じで今日は撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはいはい、MC 変わりました、レオになりました。はいはい、ちょっと1個言っていい？はい。羨ましすぎる。Uber Eats ってさ、普段俺出前館とか Uber Eats たまにするけど、やっぱり気軽にできなくない？高いから。そう、高いっすよね、やっぱり。マックでもさ、頑張ってさ、自分で行けばさ、正規の値段なのにさ、Uber とかとめっちゃ高いじゃん、うん、それを1万円まで使えるわけでしょ。いいな。手数料で5000円かもしれない。だから実質5000円だかも。実質5000円。ロイの食べたいものいっぱい、いろんなトッピングもできるからね。じゃあちょっと今 Uber Eats 開いてるんですけど、はい、やっぱマクドナルド行きたい。マジこういう時にマックとかなんだ。本当にマックでいいの？でこういう時で結構高めのさ、ステーキだとかさ。待って、本場沖縄のタコライス。沖縄行けてなかったからタコライスいいかもな。だなら今日、本当なら沖縄でワンワンワンしてそうなんですよ。だから沖縄気分でも味わえるんじゃない？これです。それでしょ。それの一番いいトッピングしろよ。これいこう。ういわ、いいね。今いくらですか？今3500円ぐらいですね。じゃあ最初から紹介してもらおうかな。じゃあまずドミノピザとマクドナルド、牛タン、ネギシで、最後がこれちょっとね、斜め上をいくと思うんですけど、ドトール。ドトール？ドトールで、ケーキをちょっと。ドトールのケーキ、うん、なるほどな。ホールとかじゃないんだね。そう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 、はいはいはい、でもいいんじゃない？いいよね。うん、てかなんならワンちゃん一人で食えちゃうしね。ピザがね、うん、俺の好きなね、ウルトラクリスピーって言って、サクサクのもうチップスみたいな生地があるんだよ。重くないんだ。重くないんだよ、うん、ワンちゃんケーキがね、ちょっといけないかもしれないけど、全部、はい、じゃあ、一旦そんな感じで届くまで待ちましょうということで、はいはい、そんな感じで Uber Eats 登場しました。はい、登場しました。登場。いやさ、可愛いのがさ、本当に集団で登場して、いろんなとこで頼みすぎて。ごめん、俺今到着って言おうとした。びっくりしたんですよ。いろんな店舗で買ったじゃん。まず一番最初にピンポン鳴ったから出たら、二人全く別店舗の男性の人いて、合計4人来たんですけど、まあ、これがね、買ったものなんですけど、はい、意外とあれだね、こうやって見ると、うん、余裕で、え、1万円って感じなんですけど、うん、まあ、中身見てもらったら、まあ1万円のその理由がわかるかなっていう。まあここが割とリーズナブル、マック、マックとピザ、ピザと、でもちょっとこっちがお高めかなっていうぐらいなんですけど、はい、じゃあ紹介していこうかな。シャカチキを2つ。シャカチキ見るとマジでリオ思います。そうだから、ちょっとリオも、ね、テイカもみんなも食べるから。でこれがダブルチーズバーガー。いいですね。ダブチね。ダブチ。いや、思い出の品で、グアムに旅行に昔行った時に、はい、あっちの本場のご飯を食べるよりかは、最初はマクドナルドとかでご飯しようよってなったら、慣れてるじゃん、味が。うん、変わらないじゃん、絶対。うん、ってことで、グアムに来てまでだけど、ちょっと一回ぐらいマック行こうよって言って、マクドナルド行ったんですよ。で、まあダブルチーズバーガー、もともと好きなんで、頼むじゃないですか。うん、海外って、ドリンクが、こうやって普通にポテトとセットであるんですけど、ドリンクだけ、もう XL、これかな？これのサイズ L なんですけど、うん、これが空で、逆さに置い、トレーに置いて渡されるんですよ。
で、ドリンクバーがあって、そこから好きにもう組み放題よ。ファンタだったり、コーラだったり、スプライトだったり、いろいろあって、モンスターとかもあって、自分で入れていくスタイルなんですけど、まあそれを待ってて、こう、トレーでこう置いてくれて、で、ダブルチーズバーガーが来たなと思ったら、チーズバーガー2つ来たんですよ。あれっつって。だからダブルチーズバーガーあっちないんですよ、ね。笑わせないで。そういうことね。ダブルって言ったらダブルチーズバーガーなんですよ。あっちは。チーズが2枚じゃなくて、チーズバーガーがダブルっていうのは思い入れ深いんですけど。あとはですね、こちらですね。ダダーン。頑張って持ってきてる。何これ、やばくない？パックマンみたいな。うわ、ロイ、パイナップル入れる人か。あれじゃん、ストレンジャーシングスの。パイナップル入ってんの？そう。エルが最初に嫌がってたけど、食べたらうまかったやつじゃん。そうそうそう。これみんなにぜひ食べてほしくて、トロピカル。ハワイアンってやつかな。ハワイアン。ロイ、誕生日プレゼントあげるよ。ありがとう。このタイミングで。え、あげていいですか？どうぞ。生徒からもらっちゃいました。うわちょっと今、いいの、うわマジいいでしょ？めっちゃいい。デモゴルゴンのコップでーす。おー、え、待って、ヘルファイアークラブって書いてない？あ、違うか、それは違うか。これストレンジャーシングスの。左のあれじゃん。これタイガース。コーンフレークのやつでしょ。そうそうそう。コーンフレークの。青のコーンフレークのやつ。ホーキンスハイスクールの。うわ、いいな。そう、てか昨日コップアップストア行ったもんね。エモい。デモゴルゴンのステッカーと、これあの、ホッパーが3メートルは離れろっていうあのマイクと、L に3メートル離れろっていうシーンのステッカーですね、これね。うわ、これめっちゃエモいわ。うわ、それやばいわ、超羨ましい。え、めっちゃ嬉しい。あともう一個。まだあるの？あ、このホーキンスハイスクール、そのタイガーのタオルですね。やった、ありがとう。めっちゃ嬉しいわ。でですよ。ダラン、ネギシ、牛タン。これはね、やっぱ頼もうと思ってね。やだー、すごい。うわー、一番羨ましいな。一番羨ましいかも。あー。うわー、これやばいね。絶対うめーよ。ネギシなんてもうほんと世界一うまいんだから。これは期待大です。で、こんだけ、こってこての油、食べましたと。食べ終わりました。そしたら欲しくなるものといえば、デザートですよ。ドートール僕考えちゃってます。ドートールだな。あー、ドートールだな。ドートールいいな。そう読めないで頑張っても定価曰く同等のタダーンベイクドチーズケーキ。うわー大好き。みんな食べれるかなと思って味的に。ドトールのケーキうまそうだな。こちらが僕が頼んだウーバーイーツの1万円分ですね。これがこれ3つ同じ。3つ同じです。なるほど。はい、合計6つあります。これで1万円なんだ。そうです。1万円って意外と少ないね、うん、そうなの。あっという間にね。ロイだと割といけちゃいそうな気するけど。だってなんならドリンク1個しか頼めなかったからね。キャパ的に1人前みたいな。本気出したらいける。調子いい時だったらきつい。そうだね。あのケーキを除いたらガチレスするとケーキ除いたらいけちゃうかもしれない、ってことでちょっとこれからみんなで食べていきたいなと思います。お邪魔します。え、じゃあ、いやでもまず誕生日ボーイからさ、食べてよ。じゃあ、いただきます。これでいいの？うん、いただきます。うん、冷え、冷え。ほんといてる？いただきます。でもうまいわ。いただきます。あ、うん、これいいね、崩れないんだ。うん、うん、冷え、冷え。俺さ、自分でピザ頼むときさ、パイナップル乗ってるけど頼まないんだけど、めっちゃ美味しいね。もう半分なく。こっち頭いかれてるかも。ん？何持ってる？上にカンプレ。どっから引っ張り出してる？じゃあ俺これね、紹介したいの、この YouTube で。うまい棒をさ、うん、小さい時お金がありません、うん、1人でうまい棒1本も買えないって時に、うん、なんと8人でうまい棒割り勘できる裏技があるんですよ。なんどうやん。1人1点いくら。これ普通1本だってるのは8等分します。今から絶対8になる。いや絶対8になる。いくよ。まず真ん中で折ります、うん、これがむずいんだよ。だって下手したら全部って。いやもう絶対もう全部粉々の顔すんねん。それ事務所に一生あったしなしなのやつなの。で一回ここ折るの。半分回転させるでしょ、うん、これで前おパスタで山ちゃんのやつ。やっぱパーティーっぽいじゃん。まあ確かに。おおおお、でもほらおすごくない。おお見て、見せてよ。ほんとすごいから。これ見えるかな。ほらはそう綺麗に1234567。これ8人で仲良く食べることができます。すげえ。おめでとうございます。いやいただきます。マジですごいね。すごいでしょ。いただきます。下手くな。いやいいな。仙台行けなかったからね。8月また11月行きますけど。行きたい。いただきます。冷え冷えの牛タン。ぬる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 の。よくこんなにもさ、牛タンに合うスープを作れたよね。ね。いただきます。リオ終わった？終わった。リオもピザ食べて。
うん、おお、すごいね、パーティーしてんだ。やりてえな。いや、うまい。チキンもある。リオのシャカチキンがある。牛タンうまいっすね。どうもします。リオも来ました。ありがとうございます。失礼します。どうぞどうぞ。すごい。何でも食べてくだされ。あ、いいですか。じゃあチキンもらえばいい。リオ好きかなと思って。あとね、これ食べてほしくて。あ、マジで。あ、さっきね、うっすら聞こえてた。うん、食べたことある。いや、なんか、いやそう。聞いた今。いや、あ、マジで。あ、マジで。いや、俺も横から見てて、いつものリオの反応と反応だった。じゃあ、でいや、そんな感じで。俺も。で、どう？この冷え冷えのピザ。逆に濃厚じゃない？え、美味しいでしょ？あ、よかった、嬉しい。これ、あの、本当の忖度なしな。美味しい。うまいよね。これ、まず出来たてだったらもっとうまいんだろう。そうなのよ。めっちゃいい組み合わせ。これ、あ、これ美味しいや。美味しいよね。美味しいよね。置くなや。ちょっとお箸。置くなや。ちょっとお箸でパイナップルもらってたりして。あ、気に入ったんだ。ポイって置いたわけでね、食べた。おお、すごいすごい。あの、リオ結構食でうまいの。ちゃんと本でしか言わないから。うん、そうだね。いきます。ちょっとでかっ。こんなでかかったっけ。シャカシャカリオ用にでかくしてもらった。まず、リオってマジで週1ぐらいで食べてない？シャカチキン。これはね、マジで食べる。美味しい。ロイさんのあの、おごりなんで。そうですよ。すごいもう、人の金でいくシャカチキンは一番うまいからね。人の金でな。じゃあ、まあそんな感じで、ね、ロイさんのおごりのお誕生日飯、みんなで美味しくたくさんいただきますんで、また動画の最後でお会いしましょう。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。はい、今回1万円ということでね、頼ませてもらったんですけど、意外とやっぱあっという間でした。そうだね。絶風終わったらもう絶風アーティストなんで、次はもう100万お粗末にしないようにね。ウルフギャング行けば。ウルギャンって、ウルギャンみんなで行きたいよね。ウルギャンで50連れてってあげたい、マジで、お前ら。みんなでね。まあでも、あの、美味しくいただきました。誕生日企画ということで、僕の自腹なんですけれども、みんなが美味しい美味しいって言ってくれたのが嬉しくて、トロピカル、ハワイアンのピザをね、みんなが美味しいって言ってくれたことが何よりのプレゼントでございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあそんな感じで、この動画面白いと思ってくれたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、コメントなどもね、いただけると励みになりますので、どしどしください。では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また明日。うっす。アロハ。アロハなの。いや、久しぶりですね。久しぶり。やっぱあの、俺らのメイク入るとさ、動画に強制的に参戦するっていうことがあるんで、そのパイナップル、いや、乾杯乾杯。おい、二人にね、ハワイアン食べてほしくて。美味しいと思うんだよな。意外といけんなんだよ、これ。冷めてる割に美味しくない、今。全然パイナップル変じゃないわ。どうですか、ジュンさんは。意外と、ね、パイナップル喧嘩するかなと思ったら、意外と。うん。グルメリポーターみたいな。めちゃくちゃいい声、一番いい声。喧嘩しないんだよ。意外と、そうなんだよ。仲良しちゃん。喧嘩してないよ。仲良しでよ。仲良くなってる。手繋いでんじゃん。はい。なんだよ、なんだっけ。おい、誕生日おめでとう。やったー。ありがとう。かわいい。いや、よかった。これからもよろしく。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。理想を持たない、それが真実なんだって、見せてあげる。あれはストップ、ストップ、マイドリーム。叶えられないこともあるかもな。昔から夢